ゲッタラジオ、高間です。高本です。こんにちは。超加速経済アフリカの3回目ということで、本日はアフリカ進出の事例を見ていきたいと思います。見ていきましょう。アフリカ進出のパターンを大きく分けて4つ、まず1つ目、資源の獲得の場。アフリカは資源国が大変多くて、石油、ガス、銅、ダイヤ、レアメタル、タコ、ゴマ、マグロタコなんて結構身近にね来てますよ。そうなんや。そうなんですよ。モーリシャスとかね、へーとか、ゴマもね実はアフリカ産のものが多いんですね。マグロもそうですね。で、将来の有望市場として、将来売れると見越して自動車、バイクの耐久消費財とか化粧品なんかも、どんどん有望市場として見られている。そして生産の拠点、安価な労働力の拠点として進出する。それから最後は、新たなビジネスモデルの発掘と実証の現場、金融、医療、物流、IT などのイノベーションの実験場として、行って本国に持って帰るみたいな感じで進出する4つのパターンがあるということですね。で、各国のアフリカの進出事情として見ていくと、中国のプレゼンスが圧倒的に大きいと。100万人もの中国人がアフリカにいると言われています。で、このグラフはアフリカに進出している企業の数なんですけれども、1番は中国、2504社も行っている、で、アメリカ、フランスと続いて、日本はワースト2ということですね。韓国は461社、日本は493社、まだまだ、7500人ぐらいしか行っていないということですね。まだまだこれからの段階にあります。アフリカ進出の事例、日本の事例をちょっと見てみましょう。まずはカネカ社のウィッグ、科学で金か、科学で願いを叶える会社か、金かさん、約30年前アフリカでウィッグ素材カネカロンを発売。ケニアのナイロビでは、普通の会社で働く月収5万から8万の女性でも、なんと髪に使う金額は月に5000円から1万円ということで、1割使ってるんですよ。すごくないですか。現在カネカロンはアフリカのシェア 50% 以上に成長、ね、50% 取ってんだからもうね、すごいですね。同社の調査によると、都市部では半分以上の若い女性がつけ毛を使用している、おしゃれ。すごいおしゃれになってるんですよ、本ではね写真も載ってたけど、あ、なんか素敵っていう感じでした。味の素社の事例、ナイジェリアで展開。旨味成分の味の素、肉を食べなくても肉のような味が楽しめるとして、低所得から中所得層に圧倒的に支持。味気ない野菜スープを劇的に変えてしまう味の素は、ナイジェリアでは生活の必需品にまでなっている。購買層に合わせて小分け1パック単位で販売、主にナイジェリアなんだけど、1.5 円ぐらいで売られていて、エジプトでもちょっと売ってて約3円で販売、離乳後の栄養補強としても販売。味の素で栄養不足を補うことができたとの声もあると。1.5 円ぐらいだから、まあ、生活の中でどんどん消費できるっていう金額なんだろうなと思いました。そして最後の事例は B フォワードっていうね、この会社さんすごいんですよ。もともと日本で海外に向けて中古車販売業を行っていた会社さんなんですが、アフリカでの、自動車販売の約 50% が中古車、で、東アフリカで中古車販売台数の7割が日本車、アフリカ全土では 26%。 つまり日本車っていうのはアフリカですごい、やっぱり未だにブランドとして認知されてる。日本車は性能がいいということで、で、2008年頃偶然アフリカから引き合いがあって、これを機に本格進出。2010年に34億円だった年商がなんと600億円以上に、ね、これはすごいですね。20倍ですよ。これ欲しい人いっぱいいてるんやね。それが、欲しい人いいね、バン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 売れて、売れてしゃあないんでしょうね、きっとね。ということでございました。はい、最後にジェトロのアフリカブランドランキング。アフリカで認知されているブランドの上位100社が、87社が外資系。トップはなんとナイキでございます。で、これはね、多分靴です。マラソン人気による認知度の高さが影響してんじゃないかということで、ナイキ、アディダス、サムソン、コカ・コーラ、テクノ、これよく知らないんですよ、私。アップル、MTN、プーマ、グッチ、エアテル、してます？これ。わかんない。トヨタ、LG、ボーダフォングループ、など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 。で、日本企業はね、トヨタだけかな。あとソニーがここに入ってますかね。という感じで、ほとんどが外資系のブランドばかり。で、現地の企業が、数社ぐらい、13社ぐらいかな、入ってるということですね。ということで見てきましたけれども、ここから高本さんとのフリートーク。ということでございます。入られへんかな。入られへんかな。ナイキ、アディダス、リゲッタ。スポーツやもんね、これ、感覚で言うたらね。前スポーツシューズできへんかなっておっしゃってませんでした。で、なんかね、スニーカーも含めて多分そういう向こうの足元を網羅できてんねやろなって、マラソンの需要もあるけれども、普段履きとしても、はいはいはい、オリジナルブランドとかあるの。アフリカって広いもんね。ほんでそうですね、広い。さっきからケニアの例とかが出てるけど、まだきっとね、しんどい国も絶対山ほどあると思う中で、
アフリカって一括りにするのもおかしくなってくるかもしれんねんけど、本当ですね、なんかね進出したいなと思いながら、ただうちの規模やとどっかいいパートナー見つかったらっていう逃げ道を探してる感じ、ディストリビューター、アフリカで販売してくれるような、で、ただあのうちの品質やとアフリカでは販売ほぼできないんで、ポリウレタン樹脂使ってるんでアフリカの気候に合わない、はい、だから作るものをもう一回再構築せなあかんと思うし、でもなんかそういうのは そっからでもやりたいなと僕は今思ってるかな。私これ作りながらなんか面白いことになりそうだなって思ってたんですよ。ニゲッタさんがアフリカに進出したらすごいいい感じになるんじゃないかなと思っていて、なんかね、どういうね国によって全然ちゃうと思うけど、外歩く環境とかがどういうものなのかなとか知りたいし、はい、ただうちのより代用品って言ったらナイキとかアディダスとかそんな外歩き用のもの山ほどあるんで、コンフォートっていう足の裏のことを考えれるような、はい、状態になった時やったら多分威力あるかなと思う。ただ日本製っていうのに対する意識、車の話はさっきあったけど、はい、まだ日本製の神話が生きてる国って助かるんですよ、実はもう日本製神話って僕終わってて、はいはいはい、だから車ってすごいと思うんですけど、日本製やからええかやけど、もう物作られへんようになってるし、はい、大量生産もできへん。確かにね、そうですね。中で言うと日本製神話っていうと高くどんどん売っていくみたいな。うちちょうど中間なんですよ。日本製やけど安いっていうのが売りなんで。はいはいはい。微妙、勝負どころでは。ブランド価値としては日本製のブランドじゃなくて、靴のブランドってなってくれたらもうちょっとやりやすいかなって。はいはいはい。思うから。でも、アフリカはもう興味がすごくあるんで、進出したいな。進出したいですね。ずーっと思う。さっき他の国とか日本からやろ言われたらね、あ、そうっすねっていう感じやけど、はい、むっちゃ興味がある。めっちゃ興味あるでしょ、絶対進出してほしいんですよ私も、かといってアフリカにじゃあ出張行ってきますよとめっちゃビビってる自分がおる、ね、なんでですか。暑いん嫌って。え僕暑いん苦手やから。サウナまでにしてほしい暑いんは。あ、そうか、暑いん、ほんまだって僕インドとドバイ行ったけどやっぱり会えへんなって思ったもん。しんどーって思ってひたすら、はいはいはい、空気重たいし暑いし。あ、そうか、でもうなんかこういう国の人らに履けるコンフォート作りたいなっていう気持ちはずっと、ある。そうですね、バリエーションがあんまり選べない段階で入っていくと、あ、靴ってこんな感じだよねって、逃げただよねっていうところに、もう早期に確立できるんじゃないかなっていうのは思いました。中東やとね、はい、リゲッタ売れるって分かってるんですよ。みんなもともとヨーロッパの展示会出た時も中東のバイヤーとか来て扱いたいってめっちゃ言ってて、はいはいはい、今もドバイで売れてんねんけど、やっぱりこうおしゃれできるのが足元だけ、はいはいはい、その民族衣装とか宗教の関係で、あ、そうか、足元しかおしゃれができへんっていうのがあるんで、だからまたアフリカって違うよなって。自由な感じでしょ、フリーやし、はい、だからそこでなんか受け入れられるものとか作ったらちょっと誇らしいかな、って思う。行きたいな。行きたいな。行きましょうよ。ね、アフリカでね。要は日本の履物がアフリカで受けてるっていうのもこれまた痛快やなっていうのも。痛快ですね。いつも思うんですけどね、ヨーロッパとかアメリカでもって思うんやけど、やっぱ世界中でって思うとやっぱアフリカって注目やなは。思います。はい。いいな。なんかご飯おいしいんかな。でこれもよく話すんですけど、インドってまだこれから経済伸びていくっていう、はい、いつか中国、もうすぐ中国の人口を抜くとか言われてるけど、これうちの副社長とも言ってたんやけど、はい、今行ったら早いんやけど5年後行ったら遅いって、スピードすごい速いですね。そう、あっという間に変わるから今のうちからちょうどちゃんと、なんかインドが今映像を出た時に行ったらもうあかんと思ってて、なんでアフリカもきっとそのタイミング来るんやろなって。でもうすでに中国の企業さんがあんだけ入ってるいうことはもう分かって投資してるんやろな、そうですよ。さっき居場所作っとけへんとあかんし、はい、あそこ映像って寄ってた時には多分排他的になってるんで、そこを今から投資できるかっていうと、はい、やりたいなーって言葉にしてるだけで行動に変われへん自分が悔しい。なんかストッパーがあるんですかね。なんかあるんでしょうね。あるんですね。まあでももうすぐ切り替えて、はい、にらみ聞かせていきたいなと思います。 OK です。 いかがでしたでしょうか。本日は以上です。ではまた。バイバイ。バイバイ。